今から皆さんを異世界にご案内します。石川県小松市にある不思議な世界が見られるハニベ岩窟院。一歩足を踏み入れるとひんやりとした空気感、これでもかこれでもかと道内に繰り広げられる地獄絵巻、閻魔大王や阿弥陀如来ほかおびただしい仏像が所狭しと安置されていて、知らず知らずのうちに幽玄の世界に導かれます。ごゆっくりご覧ください。ハニベ岩窟院は昭和26年に彫塑家の津形雄馬がかつて石切り場だった洞窟内に開設した美術館なんです。長い階段を登った先には異世界の入り口があります。一歩足を踏み入れると空気感が変わり、ひんやりとした空気になります。洞窟の中には、閻魔大王、鬼の食卓など、様々な調査による地獄絵巻が繰り広げられます。ここは地獄か、極楽か。
この辺りまでは中世ヨーロッパなどの美術館の雰囲気です。それにしても奥深くまである洞窟です。なんかここから怪しげな文字が地獄門。ひんやりしてた空気がこの辺りから違う意味でのひんやり感が。後ろを歩いていた若い女性二人が急にギャーと叫ぶからこちらもびっくり、冷や汗が。小心者の私には心臓に悪い場所です。六地蔵様が見えてきた。ここからは極楽なのかな。私の住む福井県永平寺にある大本山永平寺の曹洞宗の開祖道元禅師が見えたこの辺りからひんやり感がなくなる。
まるで迷路、唯一無二の異空間を抜けると釈迦涅槃像がある自然公園へ。異世界のハニベ岩窟院はいかがでしたか。まるで地獄絵図のような世界と帰りには極楽浄土の世界、普段見れない世界がハニベ岩窟院にはあります。一度遊びに来ませんか。最後までご視聴ありがとうございました。